今回は5月24日のアップデートで登場したノーマルアマゴマサヒサを紹介するよ。計略は歴代の盾への攻め同様に地球温度無力な戦場にいる味方総武体数プラスに上がる。シリーズ伝統の計略やけど高コストが持つのは8で高い武力上昇値を活かしやすいよ。戦場に6枚出てる状態で使えば地球温度をデメリットで武力17気合になるし、地力依存が高めに設定されとるから舞台流派1で地力プラスにすると約10カウント続くよ。それに時代が戦国やから戦機選択もワントップと相性のいいスライトード指導や性能の高い姉の歯がきりの条件を満たしやすくて見た目より採用しやすい印象を持ったよ。最後まで陣頭に立つさ。これはいらんな。流派発動。一の方来てもらう。クンゲルが来てもらう。三回引っ張ったクゼ一番安いのに踏まれた挙句斬撃し損ねた徳さん。神宮島をなめんなよ。かかれ。無双の攻撃であなたを支えてみせる。クズが忘れるかよ。くせ者。切られる時が来たか。くせ者。クズが。くせ者。クズが。遅い。効果時間が長いからこんな感じで地球温度相手の識力との操作とかがしやすかったよ。頃合いだな。報復の時。クンゲルが来てもらトンボ切りの速さについてこられるか。ここ神宮島をなめんなよ。主に逆らい敵を斬る。流派発動。二の方戦機開放。3の方これが乱世か。遅い。クズが殿のおそばに。
働かせないでくれよ。さて兵力は三国志大戦でもよく使ってたけど、本人のスペックの戦闘向けだから、瞬間的なパワーは今までのシリーズでも群を抜いて強く感じたよ。クズが神宮島をなめんなよ。ここは今日、すなわち天下、今回は2試合やるよ。隙を見せた者から消されるぜ。一の方、かかれ、くせ者、かかれ、かかれ、かかれ、見切っているよ。かかれ、くせ者、かかれ、くせ者、くせ者、見切っている。かかれ、俺が許可する。クオン分子を排除せよ。くせ者、神宮島をなめんなよ。陣頭に流派発動、身の肩、ふっ、おら、少し下がって様子を見よう。おら、切られる時が来たか。頃合いだな。流派発動、三の肩、
張りが往復の。まだ死ねな。深き悲しみを超え、私は再び戦いに出る。主に逆らい敵を斬る。見切っているよ。俺が許可する。クオン分子を排除せよ。戦機解放。下がって様子を見よう。ダコがうじゃうじゃ固まりやがってよ。目が見えた。騒ぐことではない。ご視聴ありがとうございました。